おはよう。旅編後編。島おはよう。おはようございます。大島に到着。二人は車に乗り込み、一箇所目の観光スポットへ向かう。これ大変だね。時刻は現在朝の6時。到着したのは三原山。やってきました、青島。はいおはよう。大丈夫。めっちゃ見てる。おはようございます。すごい帰ってきた。今何時ですか？6時半です。6時半でございます。めちゃくちゃ眠いです。本当に寝てないです。でなんか結構今日はパン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 というスケジュールみたいですね。なんてパン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 で、なんかギュッギュッギュッみたいな。ギュッて詰まってます。詰まってます。過密なスケジュールみたいなので。はい、すごいスケジュールなんで。はい。山に登るんですよ ね、とりあえず。そうです。今、はい、三原山に。三原山どこだ。展望台付近に来てます。ここには映ってないです。あ、そっか。これはあっちの景色ね。あっちか、あっちの景色何見えますよ。こっちじゃない、こっちか。はいはいはい。もう眠い。頑張っていこう。頑張っていこう。展望台の方に登ろう。わかりました。じゃあ、はい、展望台行きますか。行きましょう。はい、はい、場所集計必要だったね。よかったね、晴れて。ね、ちょっとなんか怪しい感じもあったけど、本当昨日雨かもみたいな。こっちですか？だね。あ、え、これ、なるほど。あ、駐車場から少し歩くと展望広場への入り口が現れた。登るも何もないかもしれない。本当にあのジブリの森に来たみたいね。なんか、うん、自然ですね。ね、すごいすごい。なんかしかもちょっと気持ちいいぐらいのマイナスイオンが、うん、すごい。やばくない？やばくない？すごいね。トトロいますか？トトロいるかもしれないよ。マジ？いや、そのぐらいのレベルですごい自然。すごい。あ、セミ死んでる。お、お疲れ様です。お疲れ様でした。あ、ここ結構すごいね。あ、すごい虫。あ、すごい。ビリビリって。わかりました。おっ、大丈夫大丈夫大丈夫だよ。大丈夫だよ。みんな虫が苦手な2人は展望台までお互いを励まし合いながら進む。本当に本当に嫌なの。わかるよ。あ、もう展望台早い。ちょっと緑のアーチを潜って抜けた先には、あ、なんかキラキラ輝いている。あ、キラキラ。これ映像越しでは伝わらないかもしれないですね。なかなか。今回の大島旅を歓迎するかのように太陽がさんさんと輝いていた。あ、見て、すごい天気いいじゃん。あっちすごいねえ。海とか買ってよかったけど、タバタレ、ね、タバタレ買ったの。1680円。あ、なんかあれですね、自然。じゃあそのまま。そうそう、なかなかないでしょ。でもすごい綺麗あっち、ね、え、いや普段さパチンコパチスロしか打ってないから、あんたたち、うん、確かに緑に囲まれることなんて想像もつかなかった。想像もつかない。浄化される。確かに浄化されてる感じです。今一瞬忘れてますよ、北斗で。番組で負けた記憶も消えて、いろいろなものが浄化されていく2人。入ってくれた、映像映えさせてくれましたよ。よかったね、晴れて雨降らなくて。いや本当にこれ雨だったらちょっとしんどかったかもしれないですね。かもしれない。 このじゃあインサイトをと思って。インサイまた出ました、インサイト。インサイトをと思って。インサートね。でもいつ天候が荒れるか分かんないから、ね、確かに ね、あの辺も怪しいもんね。でも、うん、ちょっとね、風がすごいね。情緒不安定なんです。でも今ちょうどいい。情緒不安定。気候は情緒不安定。フェアリン語録が炸裂。
それあんたでしょ。いつも一緒、気候と一緒に共に生きている。共に生きている。なるほどなるほど。じゃあ降りますか、とりあえず。次があるんですもんね。そうだね。でもなんかこういう雫とか良くないですか。ちょっとね、なんかこうエロい。どんなものでもエロく見えてくるフェアリン。エロいですか。エロティカセブン。どこに雫があるの。これですか。こちらでございます。これでしょうか。そう、昨日の私の太もも。あ、ね、濡れてるやつね。濡れてる。そう。次の観光スポットに移動するべく来た道を下っていく一行。こっちのが綺麗に撮れるよね。すごいすごい。駐車場まで下るとそこにはすごい。やだ、え、すごい。まさかのダブルレインボー。こんな綺麗なの初めて見たかも。めっちゃ嬉しいんだけど。やったね。やばい、嬉しい。みんな超天国おめでとう。ありがとうございます。めっちゃ雨降ったけど。今雨降ってますけど。ちょっと並んどこう、ここで。確かに、うん、ダブルレインボーは幸福が訪れるサイン。超天国らしい祝福です。招待だが元気出てきて、あ、ごめんなさい。虹すごい。すごいね、レインボー。日頃の行いがいいって。あっち。はい、なかなかここら辺。記念写真を撮って次なる観光スポット新火口展望台へ。我々と同い年。一応ここは、あ、すごい。しかも私11月19日だから。近っ。ほぼ一緒。噴火の時じゃん、うん、あ、噴火で生まれた感じ、うん、噴火で。まあ一緒だからね。また下からの噴火と上からの噴火。何この話。何を言っているの。まあ一応、大地が割れた展望台。ここも展望台なんですね。さっきよりはちょっと下には来ましたね。いやいや、だけど、ね、なんだろう、見晴らしはこっちの方がいいですね。確かに。でも雲がやっぱきりね、こっちの方がやっぱりかかってないですね、そんなにね。どういうこと。え、雲がかかってない。結構かかってるよ。そう、先ほどの山頂よりも明らかに天気は荒れているように見えるが、フェアリンの目には雲が映らないようです。来るんですよね。これがここで起きたと。まさにここってことでしょう、ね。うん、すごいね。怖いよこれ。すごいね。すごいね。すごい。やって、わずか40分後だよ。あ、まだ生きてるのかな。日本の中でも活発な白火山です。フェアリンのペースで旅は進行。次のスポットを目指す。あれじゃない、割れ目だから。割れ目だからね。次に訪れたのは伊豆大島の中でも有名なパワースポット、千頭の切通し。到着した時には残念ながら雨模様。ところが次第に天候は回復し、あ、フラフラ着きました。はい、千頭の切り通し。はい、切り通し。ここ一応なんかインスタ映えというか写真が映えるスポットとして、ね、すごいね、はい、これ無縁な世界。1個の木ではないんだよね。うん、2個の木だね。だけど確かに真っ二つになってるように見える。これがすごいね。確かに、うん、すごいすごいですね。割れてる割れてる。お、しかもちょうど同じ位置というかね。すごい、はい、すごい。なんかさっきとはまた違う。なんかあ、静かい。静かい。何何つった今。静かい。そう、静かなことを私は静かいって呼びます。ねえ、キノコが生えてる。なんかね、ねね、キノコが生えてる。すごい守られてる感が。なんかね、うん、すごい、キノコが生えてる。それしか言わない。どういう語彙力。ほら、キノコが生えてる。ね、キノコも生えてるし。さっきとは本当違う。すごい、なんか土の香りが。ね、おー、危ねえ、うん。気をつけて、滑るからね。ね、滑るんで。大地のエネルギーを存分に感じ、インスタ映えする写真を撮影する2人。はーい。次の目的地、秋の浜飛び込み台に到着したが、天候の悪さと船虫が大量にいたことにより飛び込みは断念することに。死ぬぞ。ダメだわ。だってさ、あれよ、今日雨降ってるから。波がちょっとあれなのかな。まあ、高くはないのか。お次にやってきたのはサンビーチ日の出。こちらは先ほどの場所よりも穏やかなビーチ。ありがとうございます。日の出浜。ビーチですね、まあ、近いですよね、私たちが乗ってきた、うん、ね、フェリー乗り場から、うん、フェリーのところ、ちょっと行ってみますか、うん、行ってみましょう。
フナムシいたらすぐ帰るんでしょ。うん、まあそれはそう、うん、すぐね。申し訳ないけど、あ、ここら辺は地元の人なんですか、みんな。どうなんだろうな。岡田港に隣接する小さいながらも砂浜のビーチ、遠浅で透明度も高いのでファミリーにも最適。今だって8月23ですよ。結構気持ちいい、ね、でも冷た。日本の海でももうちょっと暖かいんじゃないですか。ここ日本だよ、日本ここ日本だよ。どこだと思ってた。でも水って2ヶ月遅れてくるからね。そうそう、そうなんですか。2ヶ月ぐらいの前の水温です。そう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 、そうなんだ。すごい、皆さん詳しい。あ、でも気持ちよくなってきた。気持ちいい。じゃあちょっとイメージカップを行こうか。え、イメージカップ行って、イメージカット大会しようか。これでこれで、沢さんのイメージカットまで、ね、サザンニニキジジ。あんた横切ってんのよ。完成したイメージショットがこちら。いいかな。あ、じゃあ、あります。何でだよ、私はいいよ。番組のアイキャッチも撮影しながらビーチを楽しむ面々。ビーチの後、島での滞在時間に少し余裕が生まれたので、当初予定にはなかった地層切断面にやってきた。あ、一緒に行ったんだけど、なんだっけ、アメリカでしたっけ。アメリカ行ったんですもんね。うん、大切断面ですね。うん、しかもさ、なんでこれ、こっちが海なのよ。そう。おすごい、最高の景色。でもこれすごいですね。100回以上の噴火出物でこれを作った。だから歴史がたくさん詰まってる島の履歴書みたいです。はい、書いてらっしゃるから。読んだだけだった。うん、だけですよ。まあ、なかなかないよね、日本に ねこういう1万5000年もの間の大地の記憶を目の当たりにし、自然のパワーを感じたサワとフェアリー。そういうことがあったってこと。あと1箇所ありますんで、はい、美味しいですね。はい、あったのに、とりあえず、あれ、ご飯は食べるよ。ご飯も食べるよ。もちろん移動してから昼食です。そうだね。楽しかった大島の旅もここで終了。ジェット船に乗って次は熱海に向かいます。天国か地獄か。熱海に到着。お昼ご飯を食べる場所を探すものの、平日なのにどこのお店も満席。果たして2人は昼食にありつけるのか。スイーツのお店を発見。水分補給と軽く腹ごしらえをすることに。はい、ね、昼ご飯がちょっとどこも空いてませんでした。はい、すごいですね、人気なんですね。熱海ってすごいね。ちょっと時間潰してまたチャレンジしましょう。はい、チャレンジ。お疲れ様です。現在の時刻は14時。熱海に宿泊していたお客様がチェックアウト後、昼食を食べるためちょうど混み合う時間に来てしまったとのこと。これは、あ、美味しすぎる。聞こえた。うまい。美味しいワッフルと飲み物をいただき、パワーを充電。食事は次の予定の後に再チャレンジすることに。熱海といえば温泉。食事の前に温泉で汗を流す。貸切露天風呂に浸かりながら、これまでの旅と番組を振り返る。足気持ちいいかも。熱々。いいですね。旅の疲れをしっかり癒してくださいね。あ、確かに。リズムの湯。
と浮かないと勝手に今回振り返って、はい、どうでしたか100万回再生っていう目標を掲げて、はいはい、これが妥当だったんじゃないかっていう、いや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 、頑張ってもらったっていうのはあれです、サムネとフェアリー、いやいや、そんなことないですありがとう、良かったんじゃないですか、ね、うん、その目標が達成できて、で最終的に今見てくださってる方にも還元するということで、私たちが今回、はい、お土産をプレゼントするということもありまして、大島で視聴者プレゼントを選んできました。結構種類あるね。これかわいい。あとは旅好きが共通点の3人、話題がつきませんが、今回の旅はどうでしたか。本当は、その、ゆみこさんの神の中では、地層を入れてなかったって言ってたじゃないですか。あ、予定で。お母さんが、そこが好きって言って、地層ここ行きたいってなって、時間もすぐ余ってたから、ちょうどよかった、行って、すごいやっぱ感動しましたよね。ああいうのはやっぱさ、大地のさ、なんていうんだろうね、パワーで。エネルギー感じるよね。さっと思い出す。調べていくっていうのも私結構好きなんで、うん、旅の醍醐味みたいな。だから、飛び込みは頑張ったけど、ビーチでも行ったし、そう、ビーチは楽しかった、うん、新しいことを、なんかしたって、うん、なかった、なかった、なかった。私はでも、朝市の三原山の、うん、レインボー、ああ、今ね、二重の、うん、あれが本当にタイミングがすごい、マジで、一緒に消えたしね、消えた、消えた、あれは本当にいい思い出になりました、うん、ね。あ、まあ、大島とはちょっと違うけど、うん、ああいうさ、フェリーでさ、移民するのが初めてだったから、うん、って思った以上に充実してたから、うん、お部屋、うん、お部屋、あれだって、ないそうだから、あれはもうリピート確定です。あ、いいよね。天国か地獄か温泉を堪能した後、待ちに待った食事。マグロめっちゃ美味しいんで、ね、なるほど、でも全部美味しそうです。お決まりでしたら伺いますよ。私は熱海ビール。シラス専門の丼屋さんで、おのおの好きなものを注文。いくらりのこちらおつまみですね。はい。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。キンキンですよ。ありがとうございます。エンジンより全部が上手だ。このさ、この、こういうのがいいよね。これいいですね。最高ですね。神はシラスと桜エビ、サワはシラスとネギトロ。とあることが、とあることが、とあることの。フェアリンはとあることのためにダイエット中でご飯抜き。飲むから。なるほどね。お酒はやめないで。食事をとって、うん、これが炭水化物なのか、カロリー、でも生の方が大人よ。いや、生の方が大人、食べれないんだよね、うん、だコンビニとか、こういうコンビニとかで気軽に食べれるものではないじゃん、希少だから、希少というか、そう、こういう鮮度がね、居酒屋とかね、うん、そういうところに専門食べれないよね。やっとなんか超天国らしい。やっぱご飯で大事よね、うん、満足じゃそう。ようやく超天国らしい豪華食事を堪能して大満足。ごちそうさまでございました。ごちそうさまでした。完食です。もう今すぐにベッドに行きたい。めっちゃ寝たいね。ふわふわの寝たいね。ゆっくり帰りましょう。だから、うん、帰ろう、はい、はい。帰るまでが遠足です。一泊二日の旅はここで終了。ご視聴ありがとうございました。またお会いできる日まで。天国か地獄か。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。